場所はどうだ。束の間の平穏か。トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。ここで止める。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あそこで戦ってるのはモグリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。あっちに強い巨人がいるのかな。さよ、これより目標に向かう。いや、そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。任務完了。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。任務ありがとう。さよ。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。次の標的はどこ？行きましょう。よしよし、無事に片付いたね。
任務完了。ここあそこでは7番が戦っているね。やあ7番、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。はっはっ、よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ、これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは呼吸支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。巨人の群れが来たぞ、迎撃準備に移れ。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。救援要請を確認、私が向かいます。新兵にしてはやるようだ。さよ。やります。新兵の重りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。ここで止める。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。やります。さらに演壇を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちも三家についていこうか。ここで止める。次の標的はどこ。あそこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。任務完了。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、
これなら検証も進みます。お前もありがとな。助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。さよ、やりまい、やりまい、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。逃げようぞ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だ、さっさと片付ける。ここで君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。
止める。悪くない。完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあ、お前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとは。お前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。
ペトララル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。Thank you.